こんにちは、りょうこばあばです。今、ゴム編みから始めるのを練習してて、こんな感じで、ネックウォーマーを編みたくて、とりあえずゲージ用に、10センチ以上の幅をこう編んでるんですよね。それでゴム編み、ゴム編みなんですけども、ゴム編みから始めて、最後ネックウォーマーをある程度の長さ編んで、ゴム編み止めで終わるんですけども、こんな感じで、往復でこうゴム編みを作り目するときは意外に分かったんですけども、これをこう、ネックウォーマーだから輪にしますよね。だから、輪針でぐるぐる編んだ方が早く、完成するかなと思って、輪針でこうゴム編みを作り目をしてたんですけども、なかなかうまくいかなくて、それはもう断念したんですよね。それで今練習も兼ねて、こんな感じで輪針でもう筒状じゃなくて、そのまま往復編みでゴム編みの作り目からこんな感じで編んでるんですよね。これだったらうまくいったんですけど、輪の状態にしてこうゴム編みの作り目からやってるとなかなかうまくいかなくて、それはもう断念しました。それで今編んでるのが、幅だいたい55センチぐらいあるんですよね。それで編み上がった後にこうね、端々をこう閉じてもう輪にしようと思ってるんですよね、最終的に。でこの、頭の大きさをちょっと、私が持っているマネキンが55センチなので、それに合わせて55センチのこう輪になるようにゲージを計算してから、今こんな感じで、そうですね、3センチちょっとですね、今編んでるんですよね。まだまだこうね、自分のね編みたい段まで行くにはまだ程遠いんですけど、こんな感じで今編んでいます。それでこれがね、またこう編み上がって閉じて成功すれば、また輪針ぐるぐる、これはもう輪針使ってますけど、往復編みでね編んでるので、もう一回ね、ぐるぐるもう編めるように作り目をちょっと勉強して、やり方は一緒なんでしょうけど、どうしてもね輪針ですると、うまくいかないんですよね。今までこうゴム編みとかするときは、例えばベストとか孫のねアウターとか編んだり、昔はこう自分用にセーターとか編んでたんですけども、それは身頃を編んでしまってから、例えば裾ですと身頃の裾から目を拾って最後にゴム編みをしてたんですよね、袖口にしても。だから袖口から目を拾ってゴム編みをして、ゴム編み止め、針でゴム編み止めを、もうそれをずっとやってたから、ゴム編みの作り目からするのは初めてなんですよね。ね、靴下でも履き口から編まれる人はゴム編みの作り目からされると思うんですけども、もう全く私がそれをねしてなかったから、この際きちっとこう覚えて、いろんなものにね挑戦できたらいいかなと思って、今こんな感じで挑戦しています。今回はねこう編み方のレクチャーとかじゃなしに、ゴム編みの作り目からこんな感じで作っていますよっていう感じで、輪針でねぐるぐる編めなかった作れなかったので、もう仕方なくこう輪針を使って往復編みでね今編んでるとこなんですけど、
まあ、これが完成したら輪針のもう輪の状態で作り目を作って何かしらね作ろうか作品でも作ろうかなと思っています。今日はね作り目をゴム編みの作り目をこう輪針でできなかったということのね動画なんですけど、YouTube をねいろんな方の YouTube を見ながら、これはですね作り目はおこにファイブさん、おこにファイブさんの作り目ゴム編みの作り目を参考にねおこにさんの動画を見ながら練習したんですけど、いろんな方のねこう見てまた練習して輪針でぐるぐる輪の状態でこうゴム編みの作り目から編めるように練習して頑張っていこうかなと思います。今回はね編み方動画ではなかったんですけど、こんなして失敗したので今ネックウォーマーをね往復編みで編んで、真ん中を閉じて仕上げようかなと思っています。ではね今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。